ションレース予選競争インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。1秒前スタートしました。センター勢3号艇4号艇わずかにコースタートも1周1番の攻防です。3号艇が絞っていく、2号艇が抵抗するか、しかし3号艇がまくっていく、5号艇4号艇が内を切り込んでくる、バックステッチ入ってまくった3号艇村上、内を切り込んで4号艇6号艇バックステッチ。さあ先陣争いはここは3艇が並んだ。インコースから6号艇4号艇3号艇センター通って4号艇池田博美一定心先行するか、1周2番の攻防です。スタートは正常でした。トップ展開4号艇池田博美、2番体制は3号艇が握っていって内を切り込んで6号艇ホーム直線コースに帰って6号艇3号艇並んだ。2番手争いは外から3号艇村上一定心判定心先行するか、食いつく6号艇鎌倉亮、3号艇6号艇は一定心差。レースは2周目1マーク、1号艇も絡んでくる。2番手争いは6号艇の鎌倉亮がつけて回っていて打ちち回った3号艇村上奈穂、バックステッチ入って握った6号艇鎌倉亮、単独の2番手3番手3号艇村上奈穂、上位体系は4番6番46体系。さあ今度は4番手から1号艇入船、3号艇1号艇が判定審査から並んだ。注目は3番手争いか、レースは2周目2マークの旋回。3番手は1号艇入船先に回って内を切り込んで3号艇村上波にはまりました。3番手は逆転1号艇入船由紀子、上位体系変わって4号艇6号艇1号艇、4番手以降は3号艇村上、最後方5号艇2号艇のため福島並走状態。レースは最終周回1マーク、先頭4号艇池田博美です。2番手は6号艇鎌倉亮、3番手は道中逆転1号艇入船由紀子、上下の3人は4番6番1番、後方3号艇さらに後方5号艇2号艇が追走。最終ターンマークの旋回、先頭4号艇池田博美、今節は通算1戦勝も期待されます。先頭4号艇池田、2番手は6号艇鎌倉、3番手は1号艇4番6番1番で第4レースはまもなくゴール。先頭4番の池田博美が五輪、2番手は6番の鎌倉、3番手は1番の入船、3番村上、5番野田部、2番の福島ゴールインです。以上第4レース予選競争でした。